こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日の弓矢散歩は小久橋というところをですね、今から通っていきたいと思います。はい、ぜひご覧ください。はい、ということでやってまいりました。今日の弓矢散歩はちょっといつもと違う場所です。はい、ここはですね、足立区にある小久橋というところです。はい、皆さんご存知ですか？ちょっとマイナーすぎてね、わからないですよね。そうなんです。足立区にある小久橋というですね、隅田川と荒川をにかかってる橋になります。はい、なのでこっちは手前側かな、隅田川、はい、今渡ってますね。はい、隅田川を渡ってその向こうが荒川になります。はい、で今からですね、実はワークマン足立小久橋通り店に行く途中なんです。はい、私ですね、結構自転車でだいたいね、10キロちょっとぐらいは自転車でいつも行っちゃうんですが、このね、ワークマンの足立区の小久橋通り店、はい、ちょうどね10キロちょっとかなの場所なんですが、はい、私結構ね、ここ行くんですよ。そう、ガチモノのワークマンです。ガチモノのワークマンって。最近ね、ワークマン女子というのが銀座にあって、そちらにね、行く方が手軽なんですけど、本当にね、プロショップというか、はい、そっちに、そういうね、プロショップのものを買いたいときは、このワークマン、足立、奥橋通り店に行くんですが、うん、結構ね、こういうプロショップの方が、品揃え良かったりするんですよ。そうそう、グローブとか、スニーカーとか、うん、そういうの買うときは、やっぱプロショップ行くことが多いですね。うん。ね、ワークマン女子はね、やっぱこう、よりね、ファッショナブルな感じにはなりますよね。はい、ということで右手に見えるのが足立小台駅と言いますね。日暮里舎人ライナーの駅です。はい、日暮里舎人ライナー、はい、皆さんご存知ですかね。はい、東京都交通局、はい、日暮里舎人ライナーです。はいはい、なんかね、ちょっと難しい名前の駅多いんですけど、舎人ライナー、私実はですね、利用したことなくて、はい、皆さん使ったことありますか？はい、小台駅になりますね。そう、ここちょっとマイナーな駅ですよね。ちょうどですね、この小台駅って隅田川と荒川のちょうど中洲のところに駅があるんですよ。そうそうそう。で、ここ結構便利で、この辺りって、ケーズ電機とか、そう、あとスーパーのオーケーとかあったりする。うんうん。ね、結構足立区って住みやすい場所多いですよね。マンションとかも多いしね。うんうんうん。そう、そんな感じでね、ちょっと舎人ライナー沿いをね、今走っているんですが、はい。そんな感じです。奥橋通りですね。はい、そうそう、ケーズ電機、そう、このケーズ電機に大きくていいんですよ。うんうん、ちょうどそう、中洲のところになりますね。はい、で、ここね、今日ちょっとこういうね、橋通るときって風が強いんですが、はい、今ね、自転車降りてやってるんですが、ちょっと自転車乗ろうかな今そんな感じでね、やっていきます。はい、で、そう、日暮里舎人ライナーなんですが、私乗ったことはないんですが、舎人公園には何度か行ったことがあるんですね。はい、舎人ライナーの終着地点というか出発地点が舎人公園というね、広い公園があるんですが、そこね、すっごくおすすめなんですよ。うん、芝生の滑り台、人工の芝生の滑り台みたいのがあって、そこにソリをね、無料で借りて滑る場所があるんですが、本当にね、ファミリーにはおすすめ。うん、大人も楽しいですよ。
そう、あのね、結構スピードも、ね、出るのでね、楽しいです。なんかそこで1日時間潰せますね。はい、この前行った時は秋口だったかな、なんですが、うん、楽しかったです。で、夏場はあの水遊びの場所が結構広いところあるので、ほんとね、夏場は1日中遊べる舎人公園です。なのでね、結構あの文京区とかね、あのね、足立区以外に住んでいても、この舎人ライナーに乗って舎人公園に行くっていうので、本当に1日潰せるなんかね、結構男の子だとあのこういうね、電車って結構好きじゃないですか。そうそう、乗るだけであのね、ちょっと遠足みたいだし、でね、公園でいっぱい走り回って、そう、夏場だったら水遊びもして、はい、それでね、クタクタになって帰るっていうね、ほんと一日ね、あの健全に遊べる場所でございます。はい、ぜひですね、舎人公園、はい、あのね、おすすめですよ。ねえ、けどお母様お父様はね、結構大変かもしれないけど、まあ私は何度か行って、あの私も楽しいです。おすすめ。はい、ということで、はい、今荒川も渡りましたかね。はい、そんな感じでね、ぐるーっと行きます。そうなんです、そう、こんな感じになってますね。日暮里舎人ライナーって書いてありますね、道路にはい、ということで、今日の弓矢散歩ご覧いただきありがとうございました。